どうも皆さんこんにちは、きよきよです。今回はですね、以前私も動画にしたんですけれども、やはり1ヶ月近くですね、巨大クロスボウの、その対地設定にしているのに対空を攻撃したりだとか、対空設定にしているのに、その空中ユニットが、射程範囲に来てもその巨大クロスボウが作動しないというバグについて、公式さんがですね、そちらについてのその改善の方法というのをですね発表されましたので、そちらを、見ていきたいと思います。はい、こちらはですね、そのクラッシュオブクランジャパンさんの方の公式ツイッターの方から、リンク先がその載っておりまして、こちらをご覧くださいというのをスクショしたものでございます。まあですね、不具合、修正予定が加えられていますね。古代クロスボウのビジュアルの不具合に関して、新しく導入されたマルチレイアウト、マルチレイアウトというのはレイアウトをですね3つ変更できるというやつですよね、を使用している場合、レイアウトマップ1、左のマップで、設定されている巨大クロスボウの向きに連動してしまう不具合が確認されております。従いまして、使用している、レイアウトが、中央または右側のマップである場合、巨大クロスボウの向きを変更しても実際には反映されていません。要するにですね、もう普通に説明してしまうと、このようにレイアウトエディターがありまして、この左のですね、ここで使用されている、例えば私、この一番左で設定している巨大クロスボウがですね、対地設定にしてますよね。はい。そして、もしですよ、このレイアウトを使いたいなと思った場合に、こちらの対空砲を、対空砲じゃないわ、こちらの巨大クロスボウを対空にしたところで、対空に設定しますね。対空に設定して、これを有効にしたところで、こちらの対地、要するに左側で、もう設定しちゃっているものが、この2個目、3個目のレイアウトにも影響してしまうということですね。もう先ほどこちらで対地にした、しましたけ、あ、対空にしましたけれども、もうこちらの対地が、反映されてしまうという、そういうバグが、起こっております。なので、例えばですね、この私がトロ上げの際にこういう配置にしたとして、もし対地空にしたところでですね、左側のマップじゃなくて左側のレイアウトが対地になっていた場合、もう対地設定にされて しまうので、その巨大クロスボウのビジュアルと、本当の効果がそのもう違ってしまうと。なので皆さんはですね、もし対地にしたい場合は左のレイアウトからですね対地にしてもらいまして、また対空にしたい場合は左のこちらのですね、レイアウトを対空にしたり対地にしたりすることによって、こちらのレイアウトエディターも反映されるという風なバグでございます。まあですね、この、バグ非常にやっぱトロ上げとか、そうですね、基本的にトロ上げですよね。トロ上げとかに関してですね、非常に致命的なバグだと思いますので、皆さんこれをですね使ってぜひ、バグから抜け出してですね、ちゃんとしたクラッシュオブクランを楽しんでもらえたらなと思います。これは情報提供ということで、皆さんにお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。